皆さん、こんにちは。お久しぶりのゆっくり実況ですね。毎度64人 TDM の住人で、あまり変わり映えしないですが、自分的に好成績が出たので、動画作っちゃいました。てへぺろ。最近の近況報告的には、ちょっとだけ感動を上げてみました。なんだか最近、私のエイムもっさりしてる？って気になったのと。そういや私って突砂目指してたんだっけ？とか急に思い出したら、懐かしくなって。ノスタルジーに浸って、突砂の元お師匠さんの感動を思い出して、合わせてみました。って、今回はあんまり突ってないんだけどね、わら。今回は、ひたすらキルを取ることに適した立ち回り、なのかな？ペッツ。落ちたー。今、左に敵見えたな。とやー。我ながら、いい感じ。ガラス邪魔。よしよし。中央どうよ？うよー、危なかった。奥のやつにも見られてるんだよな。こっち見てるわー。体力ないし、勝負しないと。やばい、私が超絶ドンくさいのバレるドラッグー。動画とかでドラッグショットを見るのは大好きなんですけどね。自分じゃ当たらない。ほいっと。二人に当たったな。とりあえずビーコンっと。来ない？あれ？これってもしかして、敵側で大外登ってくる人いないパターン？てか、こんなとこまで無傷で来れるなんて珍しいわ。こんなチャンス、初めてすぎてドキドキしちゃう？あー、フリップのガスー。気を取り直してと。ここでまさかの弾切れ。まだいける？さすがに五輪中、ジーン。なるほど。ちょうど木が倒れてくれて、回り込んだ人にもすぐには倒されなかったのか。逆に言えば、ここでクリップ取れないのが私の不甲斐なさですよね。あそこまでたどり着けたことが滅多になって経験不足と緊張が災いしました。とりあえずフラバン行為。レッツ。はい、決勝。もう一丁。グリップ逃したー。打ち勝てると思ったのに。なんてことは、いい気になってました。横取りさせん。サムライサバはスモーク禁止なんだけどなー。それは無理。隙間は無理か。またスモーク。
超一発じゃ死なないか。何気に結構キル数いってるな。敵来なくなっちゃった。ずっと同じルートばかりなのもなんだし、ちょっとルート変えてみますかね。ここは難しそうだな。ゲッツ。こちら側は警戒されてるっぽいので無理かな。あらよっと。どうも味方のスナイパーさんと獲物が競合してしまってるみたいですね。あの場に留まっても、敵の奪い合いになるから場所変えた方が狩りやすいかもな。てか、ビーコン相手大丈夫？わほい、間に合った。サイドに回り込めるかな？根性4人クリップきた。これなるほど、椅子変わって敵いなくなってたのか。建物奥にいる。敵片付いちゃってるか。外にいる敵が気になるなー。わーい。はい、完全にいい気になってました。図に乗って敵の集団の真ん中に出たよね、私。最近イモリ気味だったので、脳筋なくらいが昔を思い出せて良いのかもしれませんが。そして結局同じところでイモるという、わら。でもちょっとつまんないかも。おっと危ない。なんか妙なのいる。ゲッツ。外した。今度はゲッツ。またクリップ逃したー。その上死んだー。さて、ここまでは好調でしたが、問題は前線にあったビーコンがなくなりました。とりあえずここにでも置いてみますか。いったーい。気を取り直してっと。ゲッツ。アンドターン。しめしめ。頭じゃないだと。見通うものは一歩も得ず。弾切れちゃったのでこれで死んでください。私も死亡。
ギリで美味しくいただけたと思ったのにな。ダメか。この位置なかなか辛いな。あざます。前出るか。どうも辛い状況になってきたな。また蘇生あざっす。そっちか。来ないか。強引にゲッツ。なんかいる。嗅覚は出す。そりゃじっくり見てたら別のとこから狙われるわな。なんだか手厚い蘇生ありがとです。同じことの繰り返しになりそうなので私は別のとこに旅立ちます。こっちはいないか。ゲッツ。あらら、足元にいたのね。お、ついに50キル超えた。 64TDM400TKK で SR メインで50キル超えたのは初めてかも。よ、またスモークが。見えんわ。おっと。無理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 。フラバンの間に上登っちゃうっと。落ちたー。意味ない。今度は落ち着いてっと。ネットデイもプレイサー戦。よっこいしょ。あまり質は良くないけど、かろうじて4万ゲット。もう少しで試合終わるけど、もうちょっとキル数増やしたいな。一発当てたけど、ドキドキ。無理か。ですよねー。キル確ももらえなかったか。階段上に敵いそうだな。どこだ。ゲッツ。最後、どさくさ紛れに当たったわ。おっしゃー、蘇生やばーす。私じゃないだと。終了。はい。
い、というわけで57キル15デスでした。特別何かが大きく変わったわけではないし、大したクリップも取れてないですが、割とコンスタントにキルが取れてたおかげでしょうか。今度はクリップが取れるようになりたいです。